皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。本日はどうせ息子のものになるのだからというテーマでお話をさせていただきます。お父さんが亡くなられて、お母さんと息子さんが残されたようなケースで考えてみたいと思います。お父さんにはご自宅、預貯金、有価証券といった財産があります。で、ご自宅を訪問してご自宅の名義どうされますかっていう話をさせていただきます。そうするとですね、まあ、そこから相談したいんですっていうふうになることが多いんです。で、お話をお聞きするとですね、どうせ私の名義に自宅を変えたとしても私が死ねばまた息子の名義に書き換えなきゃいけないんでしょ、だったら直接息子の名義にしてくれればいいわよっていうふうにおっしゃる方がすごく多いんです。ただですね、私がある説明をするとお母さんの気が変わってしまうということがあります。ちょっと説明させていただきますね。お父さんの名義のご自宅を息子さんに相続で移転したとします。そうするとそのご自宅っていうのは息子さんの財産になります。当然のことですよね。で、お母さんは息子さんの名義の家に同居させてもらうっていう立場になるわけです。一旦で、相続の難しさっていうのはですね、どういう順番で相続が開始するか、どなたが先に亡くなるかっていうことはその時点でわからないという点になります。ですから、まあ、順番通りいけば次にお母さんが亡くなられてっていうことになるわけなんですけれども、不幸にしてお子さんの方が先に亡くなるっていうこともありますよね。そうするとお子さんの名義の不動産っていうのは、最初お父さんから息子さんに移した時は息子さん独身だったかもしれません。でもその後家庭を持たれて奥さんとかお子さんがいらっしゃるような場合、その場合ですね、息子さんの名義にした自宅っていうのは相続で息子さんのお嫁さん、あるいはお孫さん、この方から見てお孫さんの名義に変わってしまうということが起こり得るわけです。そうするとお母さんはお父さんと一緒に築いた財産であるにもかかわらず、亡くなった息子さんのお嫁さんの家に同居させてもらうという立場になってしまうってことがある、起こり得るんです。これちょっとやっぱり居心地悪いじゃないですか。で、それだけならまだいいですけれども、お嫁さんがその後再婚でもしようものなら、ちょっとお母さん一緒に同居するっていうのはもう現実的に難しいですよね。そしたらですね、もう自分でアパートを探してどっかに引っ越さなきゃいけないっていうことにもなりかねないと思います。ですからこの場合ですね、一旦お母さんの名義にしておく、あるいはお母さんと息子さんの共有にしておく、共有にしておけばですね、追い出されるってことはちょっとないと思います。やっぱり自分に持ち分がありますので、そういうふうにした方がいいんじゃないかなとお勧めすると、大体そのようにされる方が多いと思います。今日はどうせ息子のものになるのだからというテーマでお話をさせていただきました。ありがとうございます。